スの歴史徹底解説。まずは2014年8月、ヤマトタケル降臨、三冠芸の開幕です。遡ること2014年8月29日、モンストニュースにて、超絶再来との文字が、イザナミクシナダに引き続き、3体目の超絶キャラ、ヤマトタケルの実装が発表された。8年前とは思えない、完成されたイラストだな。相変わらずかっこよすぎるぜ。ちなみにこのモンストニュースでは、新イベント、不滅なるシンフォニアも発表され、モーツァルトとベートーベンが公開されたんだけど、マッハだけ触れられてなかったんだ。しかも、せっかく同時期に実装された貴族性のバッハが、ヤマタケの適性になることはなかったんだよな。さすがバッハです。そしてその翌日、ヤマトタケルが降臨。イザナミ、クシナダに劣らず超高難易度で、モンスターマガジンのアンケートでは、一番難しかった超絶クエストに選ばれるほどであった。まさに、プレイヤーの手腕が問われるクエストだったからな。早速そんなヤマタケのクエストを見ていくと、主要ギミックはまさかの重力バリアとダメージボールが同時出現で、まず目を引いたのが、その敵配置。青鬼と反射印が2体ずつまとめて配置されており、2体の間に挟まって同時処理していくという、新感覚なクエストであった。人生で初めてのカンカンは、ヤマタケでした。今のモンストプレイヤーにとってはカンカンなんてお手のものだと思うんだけど、当時はまだ慣れてなくて、なかなか綺麗に入れなかったと思うんだ。確かに、当時は綺麗にカンカンできるだけで、すげーってなってたな。そして、もたもたしてるとこの青鬼が6ターンで即死級の白爆発を撃ってくるから、この即死までに鬼を倒しきってステージを突破しなくちゃいけなかった。この鬼の存在が、ヤマタケを超絶たらしめてた要素のうちの一つだな。2ステ3ステも、引き続きカンカンできるような敵配置になってて、さらにダメージボールが登場。カンカンをミスって外にはみ出てしまったら、重々焼かれちゃいます。ただ、このダメゴのダメージは4500程度と、当時のダメゴにしてはかなり低くて良心的だったな。とはいえ、何回も焼かれるとそれなりに痛いダメージになるから、当時唯一、重力ダメゴの両ギミックに対応していたお量がめちゃめちゃ強かったんだ。そして4ステでは青鬼パラダイスが開催、中ボスのデカい鬼まで登場し、ストライカーは大混乱。デカ鬼だけ倒してとっととステージを突破したいんだけど、上のミニ鬼の即死が5ターンと短かったから、しぶしぶミニ鬼を先に倒して無難にやってたぜ。ただ、雑魚処理が終わっても全く油断はできなくて、このデカ鬼がベラボーに体力が多くてなかなか削るのが大変だったぜ。そしてお次はとうとう、中ボスヤマタケがこんにちは。隅っこでシールドに守られてる、箱入り息子です。隅っこにいるおかげで、ちょうど壁との隙間でカンカンできるんだけど、盾で守られてて、なかなか隙間に入っていくのが難しいんだよな。そしてこのステージで大事なのは、シールドを壊すこと。右上のシールドが1ターン後に分割ダメゴを張ってくるから、シールドを壊すことで、ダメゴが張られずかなり楽に攻略することができたんだ。この分割ダメゴ、ヤマタケの左に張ってくるのがうざかったんだよな。シールドを壊すために上の壁との間に必死に挟まりに行ってたぜ。そして中ボスを突破できれば、早速ボスステージへ突入。開幕、全敵メテオの洗礼により全体約2万のダメージ。さらに十字レーザーは、1体につき約1万ものダメージで、火ダメの痛さに、共感です。そしてボスにも青鬼は健在で、ほっといたら、相変わらず即死攻撃を打ってきます。鬼の恐怖はまだまだ続く。確かヤマトタケルは、神話上で鬼退治をした伝説があるから、プレイヤーの代わりに退治しといてほしかったな。あと、イザナミ同様に、ヤマタケもマッチショットが結構狙いやすかったのも懐かしいです。そして当時のストライカーがよくやってたのが、このボス位置で反射キャラを右上に配置しておくこと。そうすると、次のボス2で簡単に壁とボスの間に挟まれ、大ダメージを出すことができたんだ。特に右壁との隙間が狭くて、うまく挟まれた時はめちゃめちゃ気持ちよかったぜ。半金の壁ドン SS を使ったワンパン攻略も懐かしいな。ちなみに、このステージのデカ鬼はどんだけ殴っても倒せないというトラップに、誰もが一度はハマったはず。そしてラスゲも一貫してカンカン配置の雑魚たちと、壁際にヤマトタケルがよいしょ。ここでまたシールドがダメを展開してきて、なかなかヤマタケの下の隙間に突っ込めないのがいやらしかったよな。ただ、クシナダの SS をぶっ放したら、誰かが下に挟まってくれて特大ダメージが出るってのが結構あったな。こんな感じで、雑魚処理からボス削りまで挟まってカンカンしていくってのがコンセプトのクエストになってて、その爽快感から、好きなクエストを聞かれたら、ヤマトタケルって答える人は多かったんじゃないかな。同じ理由で、後の爆絶アバロンも、かなりの人気クエストだったもんな。ヤマタケの運極を作る過程で、自分の PS がぐんぐん上がっていく感じがたまらなかったです。そんなヤマタケにおける当時の適正キャラは、唯一の重力ダメを両対応であったお量を筆頭に、友情 SS ともに超高火力のハンターキング、亡霊持ちのコルセア、圧倒的高ステータスのヘラクレス、そして言わずもがな当時の最強キャラであった、クシナダなんかがいました。
この山竹の実装で、お龍が一気にリセマラランキングで急上昇、テキーラや龍馬たちと並んでトップに躍り出ました。最強夫婦爆弾です。そして、山竹自体の性能も非常に高く、アンチワークとアンチダメージボール対応の優秀アビリティに、ロックオンワンウェイレーザーというお手軽効果力友情コンボ持ちで、SS は足の止まらない貫通変化など、ガチャゲンと比べてもトップクラスの性能であった。シュッとした見た目なのにパワー型なのはバランス調整なのかな。ただ、山竹は謎に友情コンボ威力が普通のパワー型よりも少し高く設定されてて、広大キャラとしてかなり優秀だったんだよな。唯一欠点を挙げるとすれば、ゲージが早すぎてよくダメゴに焼かれたこと、だな。ついでに当時の雰囲気を味わいたい方は、こちらヒカキンさんの山戸武挑戦動画をおすすめするぞ。伝説の名言、死んでるよ。山戸武死んでるよ。が見られるぜ。死んでるよ。山戸武死んでるよ。お次はこちら、2014年10月、光超絶イザナギ降臨、超絶さんたち大集合。イザナギの主要ギミックはワークとダメージボールで、ステージ1や2では山竹と同じように、雑魚同士や壁との間に挟まってカンカンしていくスタイル。ステージの鬼と反射員がセットで出てくるの、完全に山竹と一緒だよな。そしてイザナギクエストといえば、ステージ3以降のボスラッシュ。まず3ステでは、イザナギの奥さんであるイザナミが登場。超絶イザナミのボスにステージが再現されているんだ。相変わらず、イザナミとバハムートのレーザーコンボが身に染みるぜ。そしてお次の4ステージ目では、クシナダが登場。超絶クシナダのラスゲと似たような敵配置になってるぞ。相変わらず、スプリッツァーのマヒメテオがうざすぎたので、初手雑魚処理安定でした。そして順当に、5ステではヤマトタケルが登場。相変わらず、雑魚処理カンカンを要求してきます。青鬼の城爆発も健在だぜ。日本神話において神々の父であるイザナギのクエストに神たちがたくさん出てくるの、世界観に合っててめっちゃ好きだったな。そしてこれら怒涛のボスラッシュを終え、いよいよイザナギ登場かと思いきや、まさかのマンゼニーがロッコリハン。誰もが拍子抜けしました。ただ、油断して放置でもしようものなら、速攻で城爆発を打ってきて、全体で約4万5000のダメージを受けることに。ストライカーたちは、ビクビクしながらこの亀を倒しに行ってました。浦島太郎完全再現です。この亀を倒したら、背中の重心力がもらえると思って、興奮してたのが懐かしいな。そしてマンゼニーをボコれば、亀に乗って中ボスイザナギマップへ。はじめはイザナギ一体のみかと思いきや、ビゼラー&ガッチェスが途中出社。タイムカード切らせる前にボコりましょう。そしてこのステージで大切なのが、なるべくキャラを画面下側に配置してマップを抜けること。この理由はすぐにでもわかることでしょう。ちょうどビットンが下にいて、下に配置しやすいようになってるんだよな。そして中ボスイザナギを倒せば、とうとうボス戦に突入。道中が7マップと長い分、ボスは1ゲージのみで、その体力は約400万と、クシナダラスゲの半分ほど。そしてまたもやステージ上にいるのはイザナギのみで、部下が出勤しないことにイザナギは激怒し、城爆発。まともに食らうと致命傷に。この城爆発を避けるために、前のステージで下に配置しておくことが重要だったんだよな。そして上司の怒りを察知してか、部下たちが遅れて出社。これら部下たちと上司イザナギは一心同体となっており、雑魚に与えたダメージがイザナギにも共有されるんだ。社員はみんな家族、アットホームな職場です。ただ、これが罠で、HP 共有してるからといって、部下たちを真っ先に殴って倒しちゃうと、大変なことになるんだ。というのも、これら数少ない2体の部下たちを倒すと、上司であるイザナギは狂ったように大激怒。見た目も真っ赤っかになって、明らかにヤバいといった感じに。遅刻はしてくるけど、なんだかんだ部下たちのことが大好きだったんだな。そして怒り状態になってしまうと、次のターンで即死攻撃を打ってくるため、あと1ターンで HP を削り切るしかなくなるんだ。この怒り上司モードの存在が、イザナギが難しかったゆえんだよな。ただ、ルシファーのバリアが残っていれば、この即死でさえ防げちゃったんだけどな。まとめると、道中のボスラッシュや、唐突な亀ステージ、ボスの怒りモードなど、初見ではかなり面食らうクエストになってるんだけど、システムを理解さえすれば、当時の超絶の中では簡単な方だった印象だな。割とどんなキャラでも攻略できるって感じだったんだけど、一応、当時の人気な適正キャラとしては、アラジンやエクリプス、サイゴーなどのガチャキャラや、超絶オールスターズが、無難に強かったって印象だな。そして数ヶ月後に、ぶっ壊れキャラのルシファーが実装されて、一気に難易度が落ちちゃいました。ルシは、友情火力がヤバいだけじゃなくて、バリアで各フロアの痛い攻撃を防げるのが優秀すぎたんだよな。アンチワープを持ってないのに、最適正キャラに躍り出ちゃってたぜ。そしてイザナギといえばこれ。性能がしょっぱい。これにつきます。残念要素を挙げていくと、それまでの超絶御三家はみんな、二つのギミックに対応していたのにもかかわらず、イザナギの対応ギミックはダメージボールのみ。
その分、全属性耐性がついているのだが、ぶっちゃけ、優位属性モンスターで行った方が、耐性効果は大きい。キラー対象の少ない、妖精キラー、クロスレーザーに波動砲と、友情コンボ、SS、ともに地味。とまあこんな感じで、なんとも言えない性能に仕上がってるんだ。それまでの超絶御三家が強すぎただけに、弱く見えちゃうってのもあるよな。実力はないけど感情的には怒ってくる、神々の父です。そんな感じで、クエスト、性能ともに似た要素の強いイザナギなんだけど、その後、リニューアルされた超絶ゼロシリーズ、イザナギゼロでは、オリジナルとは比べ物にならない、鬼畜難易度になっており、父としての威厳をしっかり獲得しています。ただ、性能は相変わらずで、対応ギミックは重力バリアのみでした。爪が甘い、お茶目な父です。そして一周目超絶のフィナーレを飾るのは、この子、闇超絶、つくよみ、懐かしの一筆書きクエスト。先ほどのイザナギに引き続き、つくよみも非常に癖の強い個性的なクエスト。主要ギミックは重力バリアが対応必須レベルで、状況によりダメゴやワープも展開されるといったところ。そして特徴的なのは、雑魚敵の柔らかさと蘇生数の多さ。1ステではこのように大量のホミキュート魔導士が配置されており、基本これらの雑魚はワンパンで倒していける代わりに、1体でも残ればほぼ全蘇生。ホミキューは一気に4体も蘇生してきて、本職のゾンビも真っ青の蘇生システムなんだよな。あと、魔導士は1体しか蘇生してこないんだけど、当時、初登場ギミックであった、アビリティロックをぶちかましてくるから、優先的に倒したいところではあったな。これだけ蘇生数が多いから、一手で全ての雑魚を倒すのが成功法で、これが、一筆書きと呼ばれたんだ。一筆書きのための有名な固定ルートが存在してて、それを参考にしながらプレイしてたのが懐かしいな。2ステ3ステなんかは、あからさまに一筆で倒してくださいっていうような敵配置になってるのが面白いよな。こんなシステムのクエストだから、火力よりもスピード、どれだけ動けるかが重要で、友情コンボ、スピードアップがめちゃめちゃ活躍したんだ。そもそも大量のホミキューやレザバリで友情がほとんど通らなかったしな。当時のスピードアップ持ち AGB キャラといえばウリエル神化やリボン進化で2体とも漏れなく強かったぜ。そして1ステ2ステ3ステと一筆書きがうまくいけば、お次は中ボスのつくよみが登場。つくよみは毎ターン雑魚を蘇生してくるから、柔らかい雑魚をワンパンして倒していきながら、つくよみの体力を地道に削る戦い。蘇生数は2、3体と相変わらず多くて、撃破数と蘇生数のシーソーゲームって感じだよな。最低限、アビロ雑魚だけ気をつけてたらなんとかなるってイメージだな。つくよみの本当のボスは、このアビロ雑魚と言っても過言ではないからな。そして5ステなんだけど、中ボスのティアマトがかっこいいです。かっこいいです。ボス戦からも容量は同じで、とにかくアビロ雑魚を優先しながらたくさん雑魚をワンパンする。余裕があればボスも削る。これに尽きるな。ボスには特徴的で、ティアマトとシールドが登場。ティアマトをほっといたらダメゴを展開してくるから、真っ先に倒しに行ってたな。あと、つくよみのランダム蘇生で、シールドが蘇生されたらラッキーだったぜ。そしてラスゲでは、アビロ雑魚である魔導士が2体も登場という鬼畜っぷり。この魔導士を倒すために、SS を温存してた人も結構いるんじゃないかな。さらにこのラスゲでは、チンタラしてたら左上に2体目のつくよみが登場。これ、初見だとマジでビビるんだよな。そしてこの2体目のつくよみ、右上に50ターンの攻撃が存在するんだ。この50ターン攻撃はずっと謎だったんだけど、検証した人が現れて、結果何も起こらないということが分かったんだ。マジか。多分これ、画面左上に移動するという行動がここに割り振られてて、すでに左上に移動した後に、この行動ターンが来たから、何も起こらない、ということだと思う。なるほど、50ターン粘れたら、プレイヤー側の勝利になる、とかだったら面白かったのにな。そして例に漏れず、当時の適正キャラを見ていくと、進化神かどちらも強かったウリエルを筆頭に、神キラーがぶっ刺さるナポレオン、スピードアップのリボン役レオパトラ、降臨キャラだと、無難にクイバタやムラサメなんかが強かった印象だな。イザナミとツクヨミの2つの超絶クエストで最適クラスだったナポレオンの人気は当時やばかったな。そしてツクヨミといえば、最も息が長いと言ってもいいほど長く使われている降臨キャラで、その理由となる性能を見ていくと、貫通スピード型で対応ギミックは地雷とワープ、そして獣キラーと神キラーの2種類のキラーを所持。貫通でこの希少なアビリティセットを持ってるのが、長く使われている大きな理由だよな。そして友情コンボは落雷で、SS はランダ回復と、高難易度でも腐らないような安定感のある性能。貫通キャラであることと、マインワープに対応していることから多くの高難易度クエストにマッチし、イザナギや大黒天をはじめとして、実装から数年経った爆絶エデンやエルドラドでは最適運枠として活躍。なんと実装から8年経った今でも、豪絶クシャアンティで適正キャラになるなど、異常なまでの息の長さを誇るんだ。これにはつくよみ自身もびっくりです。
さらには2021年のフラパでドットバンツクヨミまで実装され、副友情に加速 S までついちゃいました。運営からも愛されちゃってます。ということで今回は超絶一周目の歴史を解説してきました。この時代のモンストが好きだったって人は、ぜひ高評価をしてくれよな。チャンネル登録はハードルが高いと思うので、他の動画もぜひ見ていってね。イザナミとクシナダについても以前の動画で解説してるから、気になる人は見てくれよな。それではご視聴、ありがとうございました。